レスキュー暮らしを守るです。はい、今日は地震の話題なんですが、トルコ南部では今月の6日にマグニチュード 7.8 の地震が発生いたしました。これまでに4万1000人以上の方が亡くなりましてね、本当に多くの犠牲者。改めてこう地震への備えというものが重要だなというのがよく分かりましたけれどもね。そうですね。そんな中、日本では地震の時に高層の建物をゆっくりと高層階になるほど大きく揺らす長周期地震動について、気象庁は今月の1日から緊急地震速報を発表する対象に加えました。これによって何が変わったのか、どんな対策ができるのかなど詳しくお伝えします。揺れの周期とは、揺れが1往復するのにかかる時間、つまり長周期地震動とはその名の通り長い周期の揺れのことです。この揺れは規模の大きな地震の時に発生し、震源から遠く離れたところまで伝わって高層ビルなどを長く大きく揺らします。地震に詳しい宇都宮地方気象台の藤崎健一さんに、長周期地震動が遠くまで伝わるメカニズムを聞きました。短周期の地震動っていうのはですね、基本的に近くにしかその強い揺れは伝わらなくて、遠くに行けば行くほど弱まってしまう。長周期地震動というものについてはですね、遠くに行っても弱まりづらいという特徴がありまして、非常に遠いところまで減衰せずに届いてしまう。長い周期の波は短い周期のものに比べて弱まりにくく、遠くまで伝わることから、東日本大震災では震源からおよそ700キロメートル離れた大阪市の高層ビルでも大きな揺れを観測しています。その揺れとはどのようなものか、東日本大震災が発生したときに栃木県庁の14階にいた職員は当時についてこう語ります。最初はこう小さな揺れから始まって、だん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 大きな揺れになってきたんですけども、体感的には水平に2メーター2メーターぐらい揺れているというような状況で、机とかに捕まっていないと移動もできないような状況でございました。この建物本当に倒れないんだよねって正直思うぐらいの揺れ方でしたね。宇都宮地方気象台の藤崎さんは、県内で今後大きな地震が起きた場合、長周期地震動による被害は東日本大震災の時よりも大きくなると見ています。県内もですね、近年マンション類などを中心にして非常に高いビルが増えてきております。今後長期大地震が起きちゃった時にですね、長周期地震動によって非常に被害がこれからも大きくなっていく、大きくなり続けていくということが考えられる。こうした中、気象庁は今月1日から長周期地震動を緊急地震速報の対象に加えました。長周期地震動の揺れは地震の震度とは別に4段階で示されます。緊急地震速報の対象となるのはこのうち、立っているのが困難な揺れである階級3と、固定していない家具の大半が倒れたりする階級4です。対象が追加されることで緊急地震速報の発表はどう変わるのでしょうか。今まで発表されていた短周期の緊急地震速報のほかに、新しく長周期の緊急地震速報が別に出るのかということはそんなことなくてですね、緊急地震速報としては発表されるものは1種類だけということになるわけです。これまで緊急地震速報は最大震度5弱以上が予想される場合に、震度4以上の揺れが予想される地域を対象に発表していました。今後はこれに加え、長周期地震動の階級3以上が予想される場合にも、対象の地域に緊急地震速報が発表されます。栃木テレビではこれまでと同じように、栃木県に加え茨城県と群馬県に緊急地震速報が発表された場合は画面上でお知らせします。緊急地震速報で示された震源地が離れている場合でも、長周期地震動の対象になっている場合があるため、大きな揺れに備えてください。長周期地震動の影響を受けやすいとされる
宇都宮市内にある高層マンションの管理会社では次のように話します。今までもその地震に対してっていうことは意識はしていたので、それが長周期地震動ということで特別なこととは考えていないので、今までと同じ対策だったりを引き続きしていくということと考えています。宇都宮地方気象台の藤崎さんも、緊急地震速報を受け取った場合はこれまで通りの対応を心がけてほしいと言います。緊急地震速報を耳にした瞬間にこれが短周期なのか長周期なのかとかですね、その場で判断している余裕はもうない情報になりますので、今まで通りその受け取った皆さんがやることはその場で強い揺れに対して身を守ることだけで、揺れが終わるのを待つということに尽きるということになります。はい、気象庁によりますと14階建て以上の建物は長周期地震動の影響を受けやすいとされています。はい、高層マンションなどに住んでいなかったとしても仕事や外出先で高層の建物を利用する人は多いかと思いますので注意が必要になりそうです。栃木県内でも街中に人を呼び込むということで、はい、高層のマンションが特に駅前などに、ね、多くなってまいりましたから ね、 ただ高層階に住んでいる人もそうでない人でもこの際に改めて対策というものを、ね、しっかりと確認するのもいいかもしれませんし、東日本大震災から間もなく12年ということで緊急地震速報が発表されても慌てず落ち着いて、はい、しっかりと身の安全を守っていくということ、身の安全を守るということがものすごく重要だということが今回の特集でも分かりました。レスキュー暮らしを守るでした。